皆さんこんばんは、今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、今日はね、天気の方がね、まあ曇り、まあちょっとね晴れたりとか、そんな感じでちょっとね、午後はちょっとねあったかかったなと、思います。まあ夜になったらねまた冷えてきましたけども、はい、ということで、今日の一曲なんですけども、今日の一曲はですね、まあ昨日のね、ドラゴンボールと同時期に、流行ってた、まあ、ジャンプアニメといったらっていう、なんかの一つではないかなと思います。それでは行ってみましょう。今日の一曲、沖田博之&小貝陽子キャプテン翼のオープニングソング、燃えてヒーロー。ちょっとあれ見な、エースが通る優れものぞと街中騒ぐ、チョチョサンバジグザグサンバジグザグサンバ、あいつの噂でチャンバも走る。それにつけても俺たちは何なの、ボール一つに聞きまいさ、ダッシュダッシュダッシュキックエンドダッシュ、いつか決めるぜ稲妻シュート。そん時俺がスーパーヒーローさ、ダッシュダッシュダッシュキックエンドダッシュ、燃えて青春駆け抜けろ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。懐かしいですね、キャプテン翼ね。当時ジャンプではねあんまり見てなかったんですよ、僕。どっちかというとキャプテン翼サッカー興味なかったんで、全然見てなかったんですけどね、アニメはねもうずっと見てましたね。だから僕はキャプテン翼はどっちかというとアニメの方が先です。アニメの方を見てから漫画を見るようになりました。なんかその当時ですね、キャプテン翼のねあんまり絵があんまり好きじゃなかったんですよもう個人的なね、好みなので、絵があんまり好きじゃなくてですね、なかなかねこう入り込めなかったんですけども、まあでもアニメを見て、ヒューガ小次郎に憧れましたね。あと美咲くんみたいな親友がいたらなみたいな感じでね、見てましたけど、でも今考えてみたらすごいサッカーアニメだな、すごい技がねいっぱい出てくるんですよね。サンバガラスとかね、あれでね、オーバーヘッドキックシュートとかね、そういうのを知ることもできたっていうね。全く本当にサッカー興味なかったので、本当にサッカーにちょっとだけ興味を持つきっかけになった、アニメですね。まあでも本当キャプテン翼大好きな人は多いんじゃないかなと思います。そしてもう一つなんですけども、この曲をですね沖田博之さんが歌ってたっていうの、今の今まで知りませんでした歌ってみて、歌おうと思ったら、歌手のところにね沖田博之&小貝陽子と書いてましてね、沖田博之嘘みたいな感じでした ね。皆さんはご存知だったんでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。はい、昨日はですね高橋ひろきさん、摩訶不思議アドベンチャードラゴンボールのね、初期バージョン、オープニングソングということで、しのさんいつもありがとうございます。こんばんは。子供がまだ小さい頃、子供会の集まりで
アニメの曲をカセットテープに取って流していました。チャラヘッチャラ。そうでしょうね。しのさんもどちらかというとドラゴンボール初期世代だと思うので、チャラヘッチャラ、お子さんの世代って言ったらチャラヘッチャラですよね。はい。子供、自分が子供の頃は魔法使いサリーかな。魔法使いサリーサリーサリーですよね。それもまた懐かしいですね。はい、ありがとうございます。たまちゃんさん、いつもありがとうございます。ドラゴンボールは日本のアニメを語る上で外せない存在ですね。本当そうですね。もう世界に、日本のアニメが世界で有名になったのは本当ドラゴンボールが一番のね、なんていうんですかね、パイオニアなんじゃないんでしょうかね。Z になったり GT になったり回になったり、スーパーになったり、アニメのタイトルをコロコロ変えつつ長年続き、今でも、続編が、原作漫画とスマホゲームで続いているのは恐れ入ります。なんかね、また鳥山さんがそのドラゴンボールにね携わっていただけるってことで、でもやっぱりドラゴンボールの歌はこの摩訶不思議アドベンチャーなんですよ。そうなんですよね。Let's try, 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 摩訶不思議の部分が好き。ここいいですよね。僕も大好きです、あの B メロ。はい、あのそこからサビに行くための、まあ、音楽的な要素がねすごく詰まった、そんな曲だと思います。はい、ありがとうございます。藤悦子さん、いつもありがとうございます。わあ、ヌーノちゃんって生まれて引っ張って消えてった。最高ね。あのヌーノのねブランケットにね座っちゃってたんですよね。まあ歌ってたからね、あの引っ張ってるのは分かってたんですけどね、ちょっとずつこうお尻を上げながらね、早く取れよっていう感じでやってたんですけどね。この曲聴いて、歌は心のタイムマシン。本当ですね、本当そうだと思います。息子も再放送シリーズ、見たりしているので、息子とドラゴンボールの世界観を共有できて嬉しいです。ありがとう谷さん。ああそうですか、嬉しいですね、ありがたいです。はい、ありがとうございます。藤野辰頼さん、いつもありがとうございます。こんばんは、懐かしいです。ドラえもんとドラゴンボールの、単行本は全巻持ってました。そうですか。いつのタイミングで処分してしまったのか覚えてないですが、阪神大震災の時、当時高1にはすで、になかったと思います。今思えば残しておいたらよかったなと、後悔してます。漫画本ってね、あのなんだろう、漫画本ってね、なんだろう、こうふと読み返したくなりますよね。はい。ここ最近 YouTube からやたらと夏メロやアニソンが届くのですが、その中で特に好きだったのが、アニメ「名犬ジョリア」。懐かしいですね。走れジョリー、トゥルーティーキティ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 ジョリジョリジョリっていうやつですね。はい、あのバリカンをね失敗したっていうネタで歌ってましたね。ティケティケティケティティって、そういう音がするんですよ、あの当時のバリカンね。スキカルとかね、ティケ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 ジョリジョリジョリっていうね。はい、そんなネタでね、小学校の頃遊んでたと思いますね。あとなぜかアニソンとは関係ないと思うんですが、グッナイグッナイベイビーですか。いろんな時代の画像が出てきて、これも親世代でしたが子供の頃好きな曲でした。ぜひぜひお願いします。涙こらえて、あのキャッチーでね、本当分かりやすくていいですよね。やっぱり当時その昭和のね、あの高度成長期の頃って、あのすごいキャッチーな曲が多いと思いますよね。だから耳に残ってるっていうか、もう聞いただけでなんかすぐこう思い浮かんでくる、歌詞が思い出か、歌詞だとかメロディーが思い浮かんでくる、そんな感じがしますよね。はい。まあ最近の歌はね、なんかもういろんな音楽知識とか、いろんなものにこう凝りすぎてる感じもしますけどね。は
もっと単純でいいんじゃないかな音楽ってっていう感じもしますけども、まあアメリカの文化がねどん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 入ってきて、そっち寄りになっちゃってる感じもしますけどね。はい、もう日本はね日本の文化ね、演歌とかね、まあ、本当今日歌ったねこのキャプテン翼の燃えてヒーローなんかもすごい演歌のような途中のね節がありますよね。歌ってみて改めて思ったんですけども、その B ミロのねそれにつけても俺たちゃなんなのって演歌でできそうな感じですよ。ボール一つにキリキリマイサーっていう感じでね、なんか演歌でいけそうなね感じですよね。最後のところもそうですよ。もう燃えて青春駆け抜ける燃えて青春駆け抜けろみたいなね、ちょっとあの舌回すのが苦手なんですけどね。はい、そういうねなんかその日本的な要素をねいつまでもなくさずにこういてほしいなと思いますね。あのあいみょんちゃんなんかねそういうところの要素をねすごく引っ張り出して、曲を作ってくれて嬉しいなと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、今日は花金ということで、今日からですね、週末っていうことです。今週の週末はですね特に予定がないので、ちょっとねやりたいこと、やりたいことがなかなか時間がなくてねできてないことがいっぱいあるので、そういうもののそのやりたいことのね、消化に使っていきたいなと思うんですけども、はい、皆さんはどんな週末をお迎えなんでしょうか。ぜひ週末楽しんでいきましょう。それではまた明日。